哲学において関連論もしくはイデアリズムとは様々な意味があるが認識の妥当性に関する説の一つで事物の存在とあり方は等の事物についてのアイデアによって規定されるという考え方などを指す。アイデアリズムは日本では訳語が一定せず存在論においては唯心論、認識論においては関連論、倫理学説においては理想主義と訳し分けられていた。 本記事は、便宜的に関連論を見出しごとするが、内容としては、陰謀語でアイデアリズムなどで表現される概念について総合的に解説する。この語は、多義的であり、しかし、現在多く使われるのは、存在論におけるそれであるにもかかわらず、認識論における関連論と呼ばれることが多い。認識の妥当性に関する説の一つで、事物の存在とありりり方は、 等の事物についてのアイデアによって規定されるという考え方である。その理論は思考と外界はお互いにお互いを想像し合うが、そこでは思考が決定的な役割を持つという主張を含んでいる。ヘーゲルは歴史は科学と同じように明確に理性にかなったものでなければならないと考えた。進んでジョージ・バークリーやアルトル・ショーペンハウアーのように すべて人間が認識するものは思考による概念の所産であると考えるものもある。つまり、観念論とは観念的もしくは精神的なものが外界とは独立した地位を持っているという確信を表すものである。この主張はしばしば観念的なものが自存し実在性を持つという主張に結びつく。例えば、プラトンは我々が考えることができるべての性質やものは ある種の独立した実在であると考えた。紛らわしいことに、この種の観念論は、かつて実在論と呼ばれた。またある思想が観念論に属すかどうかにも、議論が分かれる場合がある。イマヌエル・カントは、純粋理性批判において、我々が世界を、空間や時間という形で把握するのは、人間認識のアプリよりな制約である経験への、超越論的制約によるとした。 カント自身はこれを関連論とは考えなかったが、純粋理性批判が出版された当時の多くの読者はこれを極めて関連論的な主張であると考え、カントは誤解を解くために自説の解説書である学として現れるであろうあらゆる将来の刑事上学のためのプロレゴメナを出版した。事物よりも認識主体に内在する構成能力などを重視する立場は、 西洋近代哲学において顕著であり、また、インド思想でもその傾向が存在する。観念論と対比される思想に、唯物論がある。だが、厳密に言うと、超自然的な存在に対するすべての信仰や信念が唯物論に反対しているわけではない。多くの宗教的信念は、特に関念論的である。例えば、ブラフマンを、 世界の本質とするヒンドゥー教の信仰に対して、一般的なキリスト教徒の教義では、キリストの人間としての肉体の実在性と、物質的な世界における人間の善性の重要性についてはっきりと述べている。禅宗は、観念論と唯物論の弁償法的な過程の中間に一致している。認識の妥当性に関する説の一つで、事物の存在とありり方は、 当の事物についてのアイデアによって規定されるという考え方。まず最も知られているのがプラトンのイデア論である。これは事物の原型的なものと説明された。ルネ・デカルトとジョン・ロックがプラトン的なイデアを解釈し直し、人間の心に内在する事物の似姿としての観念だとした。人間は事物を直に知るのではなく観念を通じて間接的に知る。 とし、関念なしでは、物事については、何事も語り得ない、とする考え方である。この認識論的な意味でもアイデアリズムは、近代特有の思想である。認識を、アイデアないし表彰から出発して説明しようと、するならば、イデアリズムの方が、整合的な体系となる。この意味のイデアリズムは、レアリズムと対比されて用いられる。カントやドイツ関念論においては、 対象というものは、主観に与えられたか主観に本有的に備わっている観念を材料や形式として主観の働きによって構築される現象であるとする説が現れた。このアイデアリズムが形自上学的な方向に進むと、事物は意識内にだけあるものであり、存在するものは突き詰めると精神とその容態としてのアイデアに尽きると、する説となる。 唯心論ほどまでに先鋭化すると、唯物論と対立することになる。このような意識を、個人的で経験的なものとみなす立場もあり、超個人的で規範的なものとみなす立場もあり、それぞれ体系が異なる。前者には、バークリの非物質論やライプニッツの主観的アイデアリズム、デイビッド・ヒュームの現象主義、がある。後者には、ドイツ古典哲学の超越論的関連論がある。 ただし、意識から出発して物質世界を説明することは困難が付きまとうので、論者は次のような理論戦略を用いることになったと言う。ジョージ・バークリは外的な世界は完全にアイディアの複合体でしかないとする物体的世界は、神が人間に与えた表象の世界でしかないのであり、それ自体としては存在しないとする。自然の法則も、 我々のアイディアにおいてのみ成立するとする。合理主義的なアイディアリストらは人間の知性を神の無限の知性に結びつけて説明し世界を認識する知性に限界はないとみなした。それに対してカントはそのような合理化には限界があると述べ決定されないものが残るとしそれが実在するという実在論を展開した。外界の諸現象は カントの場合でも、現象でしかないのだが、神の知性という上部構造は採用せず、人間知性には限界がある、と考えたのである。神という絶対的なものの援護を失った我々の認識では捉えられない、諸現象の根拠を、もの自体と呼んだ。このもの自体は、実在するが、経験の内容にはなり得ない、とされ、人間の認識の限界を指し示すことになった。 カントによる人間理性の限界の確定によって、啓蒙時代が終わりを告げることになったという。唯物論が18世紀以降に台頭してくると、アイデアリズムと唯物論の議論は激化した。両者の調停を図るために、19世紀末からは様々な中世的一元論が提唱された。ドイツ古典哲学において、プラトン的なアイデアが変化、変容し、異例。 イディアルという概念が現れた。よってそれ以降は、アイデアリズムは、理想主義という意味を持つことがある。日常会話においてこの言葉は、現実的ではない、現実からかけ離れているといった意味でも使われる。ABC 岩波、哲学、思想辞典、ハット ABC 岩波、哲学、思想辞典、P293、ABCDEFGHI 岩波、哲学、 思想辞典 P294 カントの採用した戦略 ABCDE 哲学キーワード辞典 P131 日本語のオープンアクセス文献ありがとうございます